はい、どうもこんにちは。今日の YouTuber さん紹介は、私の動画にねコメントをよくくださるともっちさんですね。ババともっちさんの YouTube チャンネルを紹介したいと思います。よろしかったらチャンネル登録ボタンポチッと押してください。動画概要欄にともっちさんの URL 置いておきます。で、このともっちさんホーム画面を見ますと、まあこういう風なね動画のリストがあるのかなってことが見ることができます。例えばこれ旬報、あ、これは再生リストですね。どうやらともっちさんご自身の動画というよりもともっちさんがこの再生リストをねいくつかまとめてくださってるところなのかなと思いますね。韓国語にかなり造形が深いのかな。韓国旅行っていうねカテゴリーもありますね。ヨハネの黙示録みたいなのありますね。まあとにかく韓国と日本の橋渡しをしようと思ってる方なのかな。韓国のお料理もちょっとありそうですね。雑貨を作ったりもしてますね。まあ、ぜひねともっちさんよろしかったらこんなチャンネルなんですよということを紹介していただければ幸いです。このチャンネルの詳細っていうのがありますので、さらに表示をしてみますね。ドン。はい、特にこうですよっていうのはないみたいですね。ということでちょっとこれ仕方がないかな。はい、ともっちさんホーム画面を押しますと、旬歩といいんですか、古武術のチャンネルもまとめてらっしゃいます。これは他の方の YouTube チャンネルなんでちょっと割愛しますけども、再生数ねちょっと切れちゃってますけども、489万回も再生されてますよ。すごいですね。はい、こういったチャンネルに興味を持ってらっしゃるともっちさん、これからもよろしくお願いします。ともっちさん、いつも応援ありがとうございます。